さん、こんんここににちちは。こんにちは。京都新聞総合研究所と仏教大学市場センターの提携講座「メディアの現在地」の予告編を始めたいと思います。この講座は本来ですと市場カラスマのセンターで、えー、実際に行ってきたのですが今回はコロナ禍のため4月から9月末の分を中止とさせていただきました。 現在は10月以降に、えー、改めましてですね、えー、実際の会場で行えるように調整を進めております。今回は後期にですね、ご登壇いただく予定の DMO 推進機構代表理事の大子祖光さんにご登壇いただきました。本日の内容は、京都観光とまちづくりと題しまして、 実際にですね後半今年の下半期に行う講座の予告編として大越さんにお話をいただくことになっております大越さんどうぞよろしくお願いいたしますはい大越でございますよろしくお願いしますこのようにですねはいあのコロナでですねなかなか厳しい状態が今も続いておりましてこの中で観光をあえて取り上げると いうこともありますので皆さんもですねさまざまなですねご感想を持ちかと思いますがまあそこらについてもですね、えー、観光ですね専門的に調査研究をなさっているお立場からお話しいただきたいと思いますでは早速始めていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いしますおこそですえっと今あのご紹介ありました通りですねあのこのタイミングで観光の話でなかなか難しい面があります えー、一応今日はですね。あのー、この何て言うの事前にまあ、えっとこういうお話を秋秋秋秋というか風にしますと。ということですので、簡単にあのその触りをお話しするのとともにですね。こういっあのまあ、コロナの影響で各地観光地がどういう対応してるかというのを簡単にご紹介するというふうにしたいと思っています。で、まずはじめにですね。えっと。 観光と街の関係なんですけども、観光町づくりという単語が近年あのもう全国的に定着して引きかれるようになりました。えその辺のお話を最初に整理をしてお伝えしたいと思います。あの元々長年ですね日本の観光という仕組みはあの観光客が地域にいらっしゃる場所っていうのとそれから地域住民の暮らしというのをできるだけですね分断して 地域社会に受け入れるという構造を取っていましたこれは当然のことながら、えー、地域に暮らす人にとってはですね、お客さんに来てほしいという人もいれば、ですねお客さんがよそから来るのは嫌だと、あの私たちの静かな暮らしがやはりその阻害されると、それは嫌だという、えー、観光を進めたいという人と、観光を極めてネガティブに捉えている人、両者がまあ暮らしているのが地域社会という構造だったんですね。ですから この両者の圧力トラブルを起こさないために、えー、見えない壁を地域社会の中に作って、ですねここからこっちは観光客の場所、ここからこっちは、えー、地域住民の暮らしと、分けることによって、ですねトラブル、圧力を起こさないような構造っていうのがあ,あったわけであります。で特にこれが顕著に見られるのは、リゾート地というところで、まあ、この,あの絵にございます通りですね、これはも沖縄のエリ,リアなんですけども、あの真ん中の点々点っていうのが分断の壁になっています。 でえっと、海沿いのビーチリゾートの資格施設にお客さんが来ていると、観光施設も賑わいしていると、えー、しかしながらです、ね、でこの右側はですね。地域住民の主体の暮らしのエリアとここ書いてありますけれども、こういう形でこう観光客が来る場所と地域住民の暮らしはこう分かれていたというのが、えっとまあ、かつての構造だったんですね。ところが えっと、観光というのは実は幅広い、裾野の広い産業であって、えー、来訪者が地域にいらっしゃると、地域の方々、いろんな人がその観光のベネフィット、いわゆる便益を受けるべきだと、つまりその観光業というのは観光というのは観光業を担う人だけではなくて、ですね観光というものをうまく活用して、地域の暮らしというものをまあ向上させていくということが必要だと、こういう話になってきたわけですね。 当然のことながらここの絵にありますようなエリアでですね、観光客がたくさん来ても実は観光施設だけが潤って地域住民はあ決していい思いをしないとこうなってくるとですね、例えば、えー、行政なんかが観光振興をやりますと言ってもですね、決して地域住民はそれを賛同はしないという構造なわけです。まあ、そううういいいっったた、意味で、でここののの近年の取り組みというのはですね、こういった えっと、来訪者が地域にいらっしゃると、その来訪者に街を回遊してもらうような仕組みだとか、ですねでさらに、えっと、地元のさまざまなあ特徴的な資源というものを商品として来訪者に提供していくと、つまりこの分断の壁を乗り越えて、ですね連携を図ることによって、観光による便益というのをよりコミュニティの多くの方々に拡大していこうと、こういう動きが進んできたと。 これも観光による街づくりの考え方ということになりますあの。次のですね、この絵をご覧いただきたいんですけども、このマトリックス縦軸に観光をとっています。横軸には街づくりという、あの暮らしの質の向上というふうにあの簡単にまとめましたけども、えっと、こういったですね、あのマトリックスをご覧いただいてですね、この A のところですね、これ A のところに入るのは、 えー、観光振興を一生懸命やってた人ですね例えば地域で行くと宿屋さんとかお土産物屋さんとか飲食店さんとかですね交通事業者さんとか、まあ、観光の施設さんとかですね、まあ、そういった方々もあの地域と独立して事業を行うんでなく観光というのはあ地域に紐づいた産業であるので、えっと、地域の価値、えー、街の魅力 これを高めることによって、自分たちの事業というのもまあ永続的に発展するんだと、こういう理解が進んできたわけですね。したがって、その観光関連事業者さん、A の方々が B ですね、まちづくり、地域の魅力向上に取り組むようになったというのは、この15年から20年ぐらいの大きな流れなんですね。で、一方、その D のところをご覧いただきたいんですけど、まちづくりやってる人たちが観光に取り組むようになったと、D から B の矢印があります。 これはですね、いわゆる、その、京都の方はちょっとリアリティないかもしれませんけども、あの、地方創生の考え方そのものになるわけですね。例えば、その、日本各地で、えっと、まあ、人口減少が進みですね、地域があ経済的にも厳しくなってきてるっていう状況は皆さんお聞きになられていると思います。あの、実際、毎年、うちの町から人口が100人いなくなりました。200人いなくなりました。 いうようよな町は決しして珍しくありません実はその総務省の調査でですね、日本人の平均して1人当たりの消費額ですね、まあ、1人の方がお住まいになって暮らしていらっしゃると、大体120数万円のお金は使うと、こう、日本、全国の平均ですね、言われてるわけです。でこれ、例えばですね、1人そこに住んでたら、大体、えーと、例えば食べるものを買うとか、ですね医療品を買うとか、それから水道、電気、ガスとか含めてですね、 年間100万ぐらいやっぱりお金を落とすと、でこう考えた場合、ですねもし町から100人の人がいなくなれば、1億円の町に落ちるお金がなくなると、こういう話ですね。ですから、毎年、うちの町から300人、人口がいなくなりますということは、3億円の地域内需要がなくなる、500人いなくなりますっていうところは、5億円の地域内で使われるお金がなくなってくるでこうなってきますと。ですね、うん あの地域でいろんなご商売されている皆さん、例えば、えー、5軒あったラーメン屋さんはもう3軒でいいぞ、3軒あったクリーニング屋さんはもう1軒でいいぞ、こういうふうにです、ね、あのやっぱり人口減少に伴い、ですね、地域経済がどんどん,どんどん縮小していくと、これを何とか支えたいなということで、実は需要が足らない部分をよそから持ってきましょう。つまり、 地域内の人口が減ってるんですけども、いわゆる交流人口と呼ばれるものですね、地域外から来た人が、町の中でお金を消費してもらう、それによって町の経済を支えていこう、つまり D から B ですよね、町づくりをやってる皆さんが観光をすることによって、町に人を呼び込んで、地域の持続可能性をなんか作り上げていこうとう動きがあるんですね、ねやっぱりこれはまさに地方創生の考え方そのものと言えると思われます。 まあ、そういった意味で、ですねあのかつては、えっと、観光客の受け入れというものがこう分断の構造で進んでいたものが今、統合しながらですね、えっと、観光というものの一つの手段と捉えながら地域づくりをやっていかなきゃいけない、こういった考え方が、まあ、あの近年はあだん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 全国的に普及していて、それが、まあ、あの地方創生における観光の意味ということになってくるわけです。まあ、従いましてて観光関連事業者かつてはですね 観光といったら、あの観光関連事業者がやるもんだと、こういう意識が強かったんですけども、おお、そうじゃなくて、従来の観光以外の産業並びに住民が参加した観光まちづくりというのが重要だと、こういうふうに変わってきたわけですね。これ、は全国的な傾向です。ただしですね、京都はまたちょっと違った様相を呈していると思います。皆さん、ご承知の通りですね。まあ、京都の場合はですね、こういったそのかつて分断あった構造から、どん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 京都の暮らしの中にですね、お客さん入ってくると。 だから観光客というのはらしさを求めるわけですね、旅先の。そのらしさというのは暮らしの中にある。それと暮らしにお客さんが張り込んでくることで、圧力がどんどん発生してくる。これはまあオーバーツーリズムと呼ばれるような、ですね近年の課題になっているわけですね。まあ、このようにですねあの観光によっては地域にですねプラスの効果とマイナスの効果というえ。従いまして、ですねあの地域全体を、えー、極力、えー、プラスを生かし、 そしてマイナスを減らすという取り組みが必要になってくる。これをですね、観光地の経営あの、これをデスティネーションマネジメントというふうに呼ばれるわけですけども、こういった観光地経営、デスティネーションマネジメントということが重要性が近年増してきているということが、あのこういった事情からですね、ご理解いただけるのではないかなというふうに思います。こののののけど、観光客の滞在エエリリア、ア、住民の暮らしのエリアこの分断があった事態は、 まあ、あの来訪者のニーズに適合した受け入れ環境整備で一応、なんとか地域は対応してきたわけですね。ところが滞在エリアと暮らしのエリアの区別がなくなって、さまざまなコンフリクトが増大し、えー、住民の暮らしのエリアへの影響をですねコントロールすることが必要になってきた。ここがまあ今、京都がですね抱えている最大の課題と、こういうふうに言えるんじゃないかなというふうに思われましたここまでであの簡単なですねあのまとめをしましたけれども、内田さん、いかがでしょうか。 はい、いありがとうございますあの。非常に短い時間で、ですね、具体的な実例も示しながら、えー、これまでの流れをお示しいただけたかと思います、えー。時間もですね、残念ながらあまりございませんので、じゃあ次へ進んでいただければと思いますが、はい、わかりました、えっと。次はですね、あの少しあの本題とはずれるかもしれませんけれども、全国の観光関連事業者、極めて今、厳しい状況に置かれています。 でこの状況がいつどのようにあの変化改善されていくのかという約束は誰にもできないという不安の中でお仕事をされている特に京都の皆さんもそう間違いなくそうじゃないかなと思われます。で今全国的なででですすすねね傾向だけご紹介したいと思うんですが一つはです、ね あの今後、えっと、いろんな意味でその、研究をまたいだ例えば国内における研究をまたいだ移動が自粛がまあ緩和されて移動するようになりましたと、でそれに伴い、また感染者数が増えるということもあるかもしれません。で旅する人というのはですねやっぱり安心・安全という基準が明らかで、ね、それが満たされる観光地を選ぶ、これはおそらくですね。 今、あのここでご覧いただいている皆さんもその通りだとこう思われると思うんですけども、観光地のサイドもですねあの安全な方に来てほしいと、これ、選べるのかっていう問題もあったりしますけど、国によってはですねやっぱりエリアに入ってくるときに、あのそれこそ陰性証明書がなければ、このエリア入れませんみたいなことやってるとこもあったりします。ここのののよううなえっっと行く人人受け入れる人々コミュニティこういったものの、えっと できるだけです、ね、あのれきが起こらないような、ね、安全なあ取り組みというものが今、求められているということになります。で、1つはですね、ことが重要ですよ、ね、これでですね、今、最近あの、新たな取り組みが見られるのは、えっと、新潟にです、ね、佐渡島ございますけれども、そこの佐渡観光交流機構なんかはです、ね、認証制度っていうのを作っています。 あの安心安全対策の第1弾として、5月、極めて早いタイミングで、えっと、クリーン認証制度、これは医療機関のですね方が専門家と一緒になって、えっと、例えば宿屋さんとか飲食店さんとか、ですねそういったところのえこういうガイドライン、こういう形で受け入れをお客さんをするということを守るところについては、まあ、丸的マークですね、認証せマークをあの与えますよと。 それによってですね、安心してそのお店、もしくはその宿に泊まれるよと、こういうふうなあの受け入れの、まあ、一つの、えー、OK マークをです、ね、作りますという制度を作られたんですねで。これは行政、官民連携一体となって、例えば観光再生向けた佐渡市がですね、市民、県民向きの資格補助の対象、あのまあえっと、補助金を出したりするわけですけれども、これもクリーン認証を受けているところは三角条件になりますということで。 やはり施設側としても、一つのガイドラインを示してもらったし、それに向けて頑張ればいいし、お客さんの側もそのガイドラインをクリアしたところだったら安心していけると、このようなですね、あの見える化をしている取り組み、今後はですね、こういったことが、これ、あの世界的にもあ何か所かでやっぱ行われてますし、国内でも増えてくる取り組みじゃないかなと、これがですね、安心安全な受け入れ環境を整える一つの事例と言えると思います。 それからもう1点、ですね、あのー、これは星野リゾートの星野社長なんかがおっしゃってるんですけども、やはり権域を大きく超えた旅行というのが、ですね、まあ、お互いにさまざまなリスクがあるんじゃないか、ついてはあまり遠くに行かない、マイクロツーリズムという言葉を提唱されてるんですけども、えー、近場を旅しようと、だから今、最近ですね、都道府県とか市町村が。 住民の皆さんに補助金とか空港券を配って、ですね地元を旅してくださいとで、皆さんが地元の飲食店とか、地元の宿屋さんに泊まってみてくださいと、それで補助,補助を出しますと、お互いにそれはですねある意味であの疲弊しているような、まあ、生きがいから人が来なくて、えー、苦しんでいるご商売されている皆さんもサポートすることになりますよと、こうい,う、ね、こういったその近場から、えっと、旅をするという取り組みが今あの、各地で進められて、なんとかですね。 この考え方っていうのは実は観光とまちづくりの考え方そのものなんですけどこの絵をご覧いただくとですね、あのーまあ、いろんなさまざまな飲食店さんとか資格事業者さんとかいう、まあ、ご商売があるわけですけどもこれは A というところはですね地元需要でご商売してる B というところは近隣需要と地元需要でご商売されてる。 C というところは、近隣需要、地元需要、さらに国内観光需要でご商売されている、まあ、こういう感じですね。で、D は、もうあの海外からのお客さんも受け入れていると。この絵を見るとですね、多分京都の皆さんは、うちの近所のどこどこのご商売されている方はきっと B やなとかね、あの地元しか相手にしてへん A やなとかね、反対に地元近隣であの、まあ、繁盛してた店だけども、最近、 海外からのお客さん来て、えらい儲かってはるとこありますよね、これは D やなと、こういうふうになるわけですけれども、上に行くほど、まあ、あのなんていうんですかね、まちづくりに近づく取り組みで、下に行くほど、えっと、観光的な要素が強いで、今回のマイクロツーリズムの考え方っていうのは、まず A と B というところを強化しましょうそれによって、あの経済的な、えっとまあ、ダメージを極力お互いに。 少なくしていこう。これはマイクロツーリズムの考え方である意味では、街づくりの考え方に近いなということが言えるかと思われます。これが2点目です。で3点目なんですけども、あの野外での付加価値の高いコンテンツ開発。つまり、あのこれはですね。ついこの間まあ、えっ、ー、と国土交通省がですね。あの、飲食店の道路占有許可の基準を緩和したわけです。これは特例措置として出しているわけですけども。 皆さんあのヨーロッパとかあのテレビとかもしくは行かれた方あのパリとか行くとです、ね、道にテラス席があって飲食をしたり飲み食いをしていると日本の場合は規制があってなかなか道に,道にです、ね、お店出すことはできなかったんですねしかしながらこう密閉された店内で飲食するよりは風通しがよくて3密を避ける表で,です、ね、お店を出して、えー、そこで飲食をしてもしくはそのテイクアウトのお店を出すということも ややりやすくしましまょううということで規制緩和が実は行われてるんでねこれは一つの、えっと、私は期待をしてて、これ次元的な取り組みなんですが、そういったものがもし今後定着していけば、ですね街の空気、雰囲気というものはずいぶん変わってくるんじゃないかなというような気がしています。で、あのこれと同様ですねあの、日本各地でも取り組まれているのがやっぱり野外空間ですね。3密を避けたっと風通しのいい人と人が距離が取れるような空間。 をいかにですね。あの価値あるものとして提供していくのかっていうのは、今後の一つの課題になってくるで、まあ、分かりやすい例としてはこうドライブシアターとかですね。あの、あ新たにえっと昭和の方、みんなおお行ったことあるって話かもしれませんが、えっと今後ですね。各地でも増えていくんじゃないかなというように思われます。と、このようなですね。あのことが今えっと検討され、具体的に形になりつつあるというのがですね。今のコロナ対応ということでごおきたい、ご視聴。 はい、いありがとうございました。えーまあ、これはですね、ネット上ですので全国いろんな方あるいは海外の方もご覧になっているかもしれませんが、えー、近所でですね、えー、泊まるとかあの近くのですね、えー、商店街あるいはえ外でですね、飲象ができるといったようなこともですね、まあ、京都であってもいろいろとあの具体的に思い浮かぶ部分が ご覧になっている方はあったかなというふうに思います、えー、まだまだですねいろいろお伺いをしたいところなんですがこれですね、えー、実際にこの2020年度の下期に、えー、市場のですねあのセンターで行われる講座で、えー、改めましてですね大骨さんからきちんとですね、えー、その時の情勢も踏まえてお話をしていただけたらと思っております、えー、ますますですねあの本番が楽しみになってきた 感じもいたします。お、え、子、ー、さんお忙しいところいろいろありがとうございました。ではあの実際の本番でですねまた楽しみにしております。ではこれで終わりたいと思います。ます。